向こうの配信中に目黒区5時のチャイムで家バレしてた。俺あいつがどこに住んでるかわかんないけど。あいつバカなんだな、本当にな。バカなんだな、それ。中尾で食ってる時に中尾のアナウンスでバレてた。机でわかるだろ、中尾なんて。赤い机だろ。今年もここがオワコンになるかけしないか。じゃあ、かけようぜ。物に擬態してバレないように逃げ続ける鬼ごっこ、再生数20万。この技の効果2つとも言えるやつ、0人説、わらわらわら。オワコンの兆しが見えてきてるな。もっと尖ったタイトルつけてたよな。昔だったらな。この技の効果2つとも言えるやつ、0人説、わらわらわら。プロの人にスマブラを1時間指導してもらった結果、てんてんてん。こうやって見るとあいつ再生数すげえな。あいつ再生数すごくない？ 3、40万取ってるんだ。お、またさ、水溜まりボンド現象じゃねえかよ。ねえ、2万再生みたいなやつ。キャプテン翼が8万再生だぞ。このその話するね。やっぱ、いや、あいつすげえな、こうやって見ると。毎日動画上げてさ、30万、40万で取れないぜ。エミリンぐらい撮ってるぜ。俺今日エミリン見たんだよ。エミリンすげえじゃん。エミリン、エミリン、エミリンチャンネル！今日はですね、私に彼氏ができたんで、この31のアイスを食べながら話そうと思うっていう動画が120万再生されてた。俺はそっと閉じた。待って、ブラウザを。ポテンシャルからは100万取らなきゃいけねえ。お前なんであんな身長150センチぐらいのチビがそんな毎回毎回100万再生取らなきゃいけねえんだよ。4万再生ぐらいでいいだろ。体ちっちゃいんだから飯も食わねえでいいんだからよ。バカなんじゃねえの。モコのこと好きな力士がいて、モコに相撲部屋一日体験してほしいんだ。あれクソ受けたわ。俺なんか切り抜きでさ、見たけど、豪栄道見てるやつがいてさ、2メーター20、体重180キロぐらいのやつが、好きなテレビ番組モコの実況ってやつでしょ。デコピンで殺されるぞ。パーン、クル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 。そういうアニメあったよな。パーン、クル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 、ドーン。だいぶ前にモコが俺のバイトしてるロイヤルホストに来たんだけど、一人で4800円分ぐらい試した。逆にさ、ロイホとかでさ、どうやったら4800円食えんの。ちなみにモコがロイホに来たのはボドカ王の配信終わった後。何ボドカ王って。やば。ボドカそんな調子乗ってるあいつ。あいつなんだ、プロゲーマーを、のゲーミングチーム束ねてるからってなんか、そんな偉そうなこと言ってんだ。クソ俺アンチになったわ。京セラで野球の試合見に行った時に弁当買ってるボコが目の前にいたけど、柔軟剤のいい匂いがしたよ。よかったじゃん。